はい、こんにちは。別名滝汗野郎の3月1号です。前回のアームカバーに続いて滝汗野郎が選ぶ涼しさナンバーワンの今回は T シャツはどれ、素材別でご紹介したいと思います。それでは行きましょう。今回の重要ポイントは3つの中で一番涼しいものはどれか、これは必須ですよね。こんな一覧もあります。右2つ、ジオサーマルとメリノールプラスはちょっと保温性があるんで除外させていただいてます。ね、今回注目は、ミクロン。で、ミクロンクール、ミクロンジオの3つです。です。まあ、どれも、速乾性は5つ星と。この星で評価されているのは本当に好きです、ね。この一覧眺めてしまいますけども、速乾性5つなんですね。すべて。左3つはすべて5つです。まあ、通気性だけちょっとミクロン4つなんですけども、クールとジオは5つと。まあ、どれがナンバーワンの一番涼しい T シャツなのか注目ですね。特に期待したいのはやっぱクールですかね。まあ相当涼しいですからね、薄手で。しかもそして汗をかいた時、まあ濡れた状態でどれだけ早く乾くかなどなど事前に検証を行ってますし、使用感は新緑の紙工事で行ってますので、美しい写真も堪能していただけたらと思います。まあこれら検証等は後ほどご紹介させていただきますので、まずは商品情報からです。最初の商品はこちらです。US ウィクロンティージオグラフィーですね。はい、商品情報は、コットンのような自然な風合いと優しい肌触りを持ちながらも、優れた速乾性と通気性を兼ね備えた快適素材です。トレッキングだけではなく、日常でも快適な着用感です。ですね。まあ、こちらは海外モデルですね。で、日本サイズと異なります。ご購入の際は必ずサイズ表をお確かめくださいということですね。で、使用は一気に見ていただきましょう。まあ、素材ウィックロンですね。ポリエステルです。平均重量は 150g。カラーはブラックとパープルがこちらあります。サイズは S から XL となってます。まあ、ウィックロン。ウィックロン素材の T シャツということで、まあ、通気性、先ほどもご覧いただきましたが、通気性は星4つ、速乾性は5つとなってます。あとは消臭効果がありますよ、ということですね。で、通気性に優れて、で、表面の耐久性も優れます。で、肌面は吸水拡散性に優れていて、胸を外に逃がしてくれるという機能がありますね。やっぱりこのウィクロン。ウィクロン T シャツは、本当にバリエーション豊富な、デザイン性が高いですね、T シャツだと思います。ノーマルの、モンベルさんのロゴが小さく入っているものもありますし、いろんなこうデザイナーさんがですね、作ったものとか、あとはご当地のモンベルさん店舗の限定 T シャツとかで、こういう風に US 海外モデルの T シャツサイズ幅もありますし、本当に商品のラインが豊富なんですね。バリエーション豊かな T シャツとなってます。カラー展開、カラーバリエーションを楽しみながら楽しく参考に使えるということですね。はい、続いての商品はこちらです。ウィクロンジオ T です。こちら ZEO って書いてゼオかなと思いきや、モンベルさんショップに電話で聞きました。こちらジオと呼ぶらしいですね。はい、商品情報は、胸を放出する通気性と体温低下を防ぐ空気層を備えた汗冷えしにくい T シャツです。春夏のトレッキングでは1枚で行動着として、秋冬にはインナーとして活躍します。適度に体にフィットするアクティブなシルエットですということですね。使用は一気に見ていただきましょう。素材はウィクロンジオ。ポリエステルですね、こちらも。で、平均重量は 124g。カラーはダークグレー、ネイビー、グリーン、オレンジ、ホワイト。こちらはグリーンになっています。サイズは S から XL と。これはジオですね。ジオは、こちらもまあ通気性に優れた表面。汗を素早く吸い上げ拡散する裏面。さらに群れを外に逃がしてくれます。で、通気性、速乾性、ともに5つ星。素晴らしい。でただこれ、商品情報の通り、保温性が2つ星ありますよ、ということですね。通常この暑い時期のウェアはですね、保温性が1つ星なんですけども、こちらやっぱ汗冷えを防ぎたいという目的があるので、保温性が2つ星になってます。で、防臭効果もありますよ、ということですね。なんせ蒸れにくくて汗冷えを防ぐ快適素材になってます。汗冷えしやすい体質だっていう自覚のある方とかは、非常に相性のいい T シャツかなと思います。まあ触った感じも、やっぱりミクロンとかクールに比べても、
表面の生地が濃いというかですね、密度が高い感じがします。それによって体温低下を防いで温性が二つ星になっているのかなと思いますね。まあ、暑い時期だけじゃなくてですね、寒い時期にも活躍してくれる年中使える万能 T シャツだなと思います。こちらも非常におすすめですね。はい、3つ目、続いてはこちらです。クールライト T です。はい、まず商品情報は、生地を極めて薄く編み上げることで熱がこもりにくく、大変涼しい気持ちを実現した極薄手の T シャツです。モンベルの T シャツカテゴリーの中、最軽量のニット素材を使用し、運動時のストレスを最小限に抑えます。高い通気性と吸水拡散性により、常にドライでクールな着心地をキープ、製品加工を施し、優れた防臭効果を発揮します。真夏の低山ハイクやトレイルランニングなど運動量が多いアクティビティに最適です。はい、仕様は一気に見ていただきましょう。素材はミクロンクール、こちらもポリエステル、平均重量は 76g、 軽いですね。カラーはダークグレー、ライトグレー、オレンジ、ブルーと。こちらはホワイトに見えるんですけども、ライトグレーになっています。サイズは S から XL。特徴はフラットシーマ。ということですね。ミクロンクール。これは風を通し体をクールダウンしてくれて、通気性に優れた表面。汗を素早く吸い上げ拡散する裏面。で、蒸れを外に逃がしてくれます。で、こちらもですね、通気性と速乾性は5つ星となっています。素晴らしいですね。で、優れた通気性を備え、激しいアクティビティにも対応という素材の特徴があります。クールシリーズのクールライトなので、まあ、極薄ということですね。めちゃめちゃ薄いです。はい。アンダーウェアまでいかないんですけども、それに近い薄さがありますね。生地の通気性を損なわないドットプリントは施しています。なんで、この、モンベルさんのこのロゴですね。ドットプリントされてるんですけども、これも、プリントされている部分も通気性がしっかりありますよということです。素晴らしいですよね。やっぱり暑い時期には最適な T シャツと言えると思います。こちらも非常におすすめの T シャツです。はい、3つすべてですね、商品情報をご覧いただきました。これら3つの素材の異なる T シャツをですね、検証しました。検証方法は、着用感、通気性と速乾性を実証するため、濡れた状態からどれだけ早く乾くか、そして参考での使用感、総評と、その順でお伝えしたいと思います。まず素材、価格の確認ですね。まあ、ウィックのちょっといろいろ価格幅あるんですけども、こちらは3410円、そうですね、デザイン性のあるものは3410円で、ワンポイントのプリントのやつは2970円、ちょっと価格幅500円ほどありますけども、まあ大体3000円ぐらいですね。で、重量も US だとちょっと重くなるので、平均重量は 150g。で、ノーマル。これもワンポイントだと 140g。大体その 150g ぐらいの重量になります。で、素材はミクロンですね。需要はですね、価格が4180円。で、重量は、平均重量は 124g。そして素材はミクロンジオとなってます。クールライトの方は価格が3850円、この中だと真ん中ぐらいの価格ですよね。重量は一番軽い 76g ですからね、めっちゃ軽いです。半分ぐらいですよね。それほど極薄でということですね。素材はミクロンクールになります。まあ、こう見るとやっぱ価格差は意外とあるんですよね。3000円から始まり4000円超えもありますし、重量も 150g からその半分ぐらいもありますし、で、素材はそれぞれ特徴があって、特色のあるウィクロのシリーズだなというのはやっぱこの表だけでもわかりますよね。はい、続いてですね、涼しさの基準の評価を20〇〇三角で表したいと思います。まずは着用感ですね。着用感は本当好みなところありますけども、一番薄手で通気性がある、速乾性も高いってなると、やっぱクールライトなんですよね。クールライトがまあ20万なんですよ。これはまあ間違いないかなと思います。で、これを基準に比較したいなと、そういう評価にしたいなと思います。そうなると、ミクロンもジオも両方丸かなと思います。ミクロンは、やっぱりクールライトよりもやっぱ倍の重さがあるってことで、ちょっと
クールライト着た後にウィクロン着るとちょっとずっしり感も感じます。そうなると涼しさ基準はちょっと減点になるかなってことで丸。で、ジオはもともとその保温力がちょっと他よりもあるよってこともあって、そうなると涼しさ基準で言うとやっぱ丸になるかなと思います。次に2番目、まあ、どれだけ早く乾くか、これは検証します。約2時間検証しました。で、最初の1時間8時からスタートですね。でなると3社そんなに乾いてはなかったんですよ。なるほど。要は、まあ、強いて言うならやっぱクールとかジオの襟元、襟元結構乾いてますね、がちょっと乾いてたぐらいなんですけども、次の1時間2時間目ですね、10時になりました。これでも大きく変わりましたね。なんとクールとジオはほぼほぼ乾いてました。やっぱ水がこう下の方に落ちてくるんで、重力を感じて落ちてくるんで、そうなるとやっぱ着丈の部分、下の方っていうんですかね、やっぱ水が溜まってたので、ちょっと濡れてたんですけども、それ以外、胴体と襟元は完全に乾いてたのがクールとジオ。で、ウィクロンも襟元とか、胴体半分まで乾いてたんですけども、やっぱ下の方、下半分ぐらいはまだちょっと乾いてなかったので、それはちょっと通気性の星の数で、やっぱり差が出たのかなと思います。でも2時間でこんなに乾く時点でも、この3つすごいと思う。それだけでも評価に値するんですけども、さらにもう2時間で風当ててしまえば乾いちゃうよっていう2つ、もう素晴らしい速乾性と通気性があると思うんですね。なので評価としてはウィクロンが丸で、ジオとクールは20丸かなと思います。まあ、3つ目、参考での使用感、まあ、これはですね、紙コーチで、はい、撮影してますので、綺麗な映像を見ていただけたらなと思います。で、涼しさ基準で言えばやっぱりクールはやっぱ20丸ですよね。これは間違いないです。で、ジオはですね、やっぱ丸かなと思います。やっぱ保温性があるんで。まあ、ただこれもやっぱご自身の体質とか把握していただくと20丸になる方もおいでます。やっぱ寒がりさんですよね。保温性ちょっとあった方が使い勝手いいよっていう方はやっぱり20丸なので、それもご自身の体質に合わせて選んでいただけたらと思います。で、ウィクロはまあ丸かなと思います。まあ、全然悪くないです。悪くない丸なんですよね。本当にウィクロは。だってこのカラーバリエーションとかデザイン性が高いんで、いろんな種類があるんで、それを着てるだけでやっぱちょっとモチベーション上がりますよね。そう思うと使用感は非常にいいと思うんですよ、ね。まあ、トータルの評価ですね。やっぱり全体的に涼しさ基準で言うと T シャツ部門で言えば、クールがやっぱり20丸。になりますね。これ間違いないです。本当に涼しいです。で、汗冷えしやすいんだとか、寒がりさんだってなると、やっぱりこのジオいいんですけど、涼しさで言うと、やっぱ、まあ、どっちかというと、まあ、丸かなと思います。まあ、ただし、使用感と同じように、使い勝手私いいんだよという方にとっては、やっぱり非常に20丸。もう相性のいい T シャツになると思います。で、ウィクロンは丸ですよね。丸です。まあ、ただこれも使い勝手によってなので、カラーバリエーションとか、デザイン楽しみたいんだよっていう場合は、コーディネートの幅も広い。そういう場合はやっぱりこのウィクロンは20丸になる場合もある。ただ、涼しさの評価としては、丸になるんですね。はい。ということでですね、評価させていただきました。やっぱり当チャンネルでおすすめ、選びたいと思うんですけども、涼しさ基準で言うと、どうしてもやっぱ、クールライト。これはもう一択ですね。間違いないです。涼しさ求めるんであれば、クールライト、ぜひ着用ください。やっぱ今年も、相当夏暑くなるらしいんです。クールライト着用いただいてですね、安心快適な参考を楽しんでいただけたらと思います。で、暑い時期になるとですね、またクールに行こう。シリーズですね。もっとクールに行こうという動画を出していきたいと思います。もうそれもお楽しみにいただけたらと思います。はい。今年もどんどんハイシーズンに向けての動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。そして今回の動画が少しでも良かったなとか役に立ったなと思っていただけたら、高評価よろしくお願いいたします。それでは別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。